小沢清太は、日本の宅務官僚、実業家。階級は、カラフ太町警司。以下は、聖五位。君党は、君五党。聖の、沢は、宅の旧事態。名の、清は、清の、板屋座、バジス X0208 では、老と同一の区点が割り当てられていることから、小沢清太郎、小沢清太郎などとも表記される。カラフト町警察部刑務課課長。 シスカ市長市長長、オードマリ市長市長長、カラフト町農林部林務課課長、カラフト町食産部林務課課長、カラフト開発株式会社林務課課長、カラフト製材株式会社取締役などを歴任した。北海道出身の宅務官僚である。カラフト町族として入庁し、カラフト町警察部にて刑務課の課長などを歴任した。シスカ市長やオードマリ市長にて、 市町長庁を務めた後、本庁に復帰し、カラフト町農林部、及び、植産部にて林務課の課長を務めるなど、主として林生畑を歩んだ。林業と関連が深く、かつ、カラフトの主要産業でもある、パルプ工業や、製紙業の振興にも務めた。退官後は、カラフトの資源開発と、食料自給を目指す。 国策会社であるカラフト開発に転じ、森林資源の開発を担った。カラフトの漁業政策を担った岡本暁、農業政策を担った昭憲等と並び、太平洋戦争開戦前から戦中にかけカラフトの産業育成に尽力した人物として知られている。1896年3月に生まれ、北海道にて育った。大日本帝国のカラフト町二族として入庁した。 当時、サハリン島は北緯50度線以北をロシア帝国、後のソビエト連邦が領有しており、北緯50度線以南は大日本帝国が領有していた。サハリン島の北緯50度線以南はカラフトと呼称される外地と位置付けられ、地方行政官庁としてカラフト庁が設置されていた。しかし、1918年に施行された共通法により、 他の外地と異なり、カラフトには内地の法令が適用されることになるなど、カラフトは激しい変革の時代を迎えていた。シスカ市長の管内、オードマリ市長の管内、オードマリ市長流、高出張所の管内カラフト町には内部部局として警察部が設置されており、カラフトの治安維持を担っていた。そのため、カラフト町警部を兼任していたが、年月より、 カラフト町警視に承認することとなった。同時に高等官発等に除された。なお、カラフトは陸上で他国と国境を接しており、カラフト町警察部には国境警察隊が置かれ国境警備も担っていたことから内地の警察に比較して重武装であった。同年7月1日、林寛左衛門の公認としてカラフト町警察部にて刑務課の課長に就任した。 1929年になると、拓務省が新設され、朝鮮総督府、台湾総督府、南洋町と共に、カラフト町も拓務省の監督を受けることになったが、引き続きカラフト町に勤務した。後に、丹吉次郎の公認として、1930年1月1日に、カラフト町の市長である、シスカ市長にて、市長長に就任した。シスカ市長は、シスカ軍、 三号軍の二軍を所管しており、管内は極めて広大であった。カラフト町の管内で最も北方に位置しており、ソビート連邦と陸上で国境を接していた。その後、高島九次郎の後任として、1931年7月1日に大泊市長の市長長に就任した。静市長とは一転して、大泊市長はカラフト町の管内で、 最も南方に位置していた。当時は、大泊市長の下に、留高出張所が置かれており、大泊市長が、大泊郡、長浜郡を直接所管し、留高出張所が止め高群を所管していた。その後、再び、フ太町の本町に戻ることになり、1935年6月に、唐太町の事務官となった。同時に高等官ごとに助された。 カラフト町の内部部局である農林部において、丹吉次郎の公認として、1935年7月1日に林務課の課長に就任した。1936年12月に農林部は植産部に改組されることが決まったため、1937年1月1日より植産部の下で林務課の課長を務めた。1938年12月には高等官三等に、 少女された。1941年7月、カラフト町を退官した。カラフト町在職中に15位、訓後等まで深海していたが、退官に伴い1941年7月に、正5位に除された。カラフト町退官後は、1941年に、カラフト開発に入社し、林務課の課長となった。カラフト開発は、 カラフト開発株式会社法に基づき同年に新設された国策会社であり、石炭や森林資源の開発と食料の自給に取り組んでいた。その後、カラフト製材に転じ、取締役に就任した。カラフト町農林部にて林務課の課長を務めていた頃、厚生会の学術雑誌にて、カラフトの一大産業となっていたパルプ工業と製紙業について、 論文を発表している。カラフト町を体感してからも、岡本暁や証券等と共に、カラフトの振興策について論じるなど、カラフトの発展と産業の振興に力を尽くした。ありがとうございます。